それに、うん、何があった？おい、どれ？いいかね、君のこの牙は不死鳥のように何度でも生えか痛い。待て、違う。助けてくれ。おい、騒ぐな。任せたまえ。以前御者の役をやったことがある。御者といってもただの脇役ではなく、そう、ヒロインには微笑みかけるという難しい役どころ。なんだ。俺も見たい。この屈辱は決して忘れまいぞ。私はおもちゃではない。バカリズム、泥であっても泥水ではないのだ。だから水に浸かるわけではいかん。絶対にだ。わかったな。潜っていい。話を聞いていたのか。合図を確認したらお前の仕事だ。うわはん、君と脳内の構造について語り合いたくてね。あそこの実験室に来てくれないか。見せたいものがあるんだ。なかなかいい作戦だったぞ。不助士にそう言われてとろけたままでは死とは言えないな。では泥だけに。デデイデイデデイ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 デデイ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 。なぜ私の具体的な活躍が触れられていない。続きか、続きがあるのか、歌ってくれ。それでは。やめろっつってんだろうがよ。さすがの口の悪さだ。妻子に逃げられるのもうなずける。てめえ、それを言ったら戦争だろうが。しかし、やれやれ、とんだ異世界体験になったものだ。最後に戦友を救出し去るというのはクライマックスにふさわしくはあるが。召喚！だからってこいつらを消すんですか。自分が悪党だと認めたと聞いたが。体の一部が吹き飛んだくらいで私は死なないよ。心臓から脳から、その位置は自由自在だ。主役が舞台から降りるわけにはいかないだろう。